はい、はい、ということでですね、8時半になりましたかね。ちょうど8時半ですね。今 Facebook のアーカイブ、ね、生配信もつながりました。ということで、あの武士の食卓チャンネルを始めます。今日はですね、1月24日火曜日ということで78回目です。先週の77回目から半年ぶりに始めました。半年ぶりに始めました。なぜ始めたのかというと、ちょっとね、半年お休みしていて、ちょっとサボり癖がついたのもあるんですけれども、いろんな意味でなかなかできなかったんですね。だけれども、竜のり子さん、今日のゲストの竜のり子さんはじめ、宮崎敦史さんっていうね、農閑誌の送り人の、若手のね、本当に頑張っている男性皆さんからですね、肩を押されてですね、やっぱりちょっとこれからのね、若い人たちを応援するような年にもなったので、頑張ってもう一度始めようかなと思って思い越しを上げ、そして今日は半年ぶりで2回目ね、武士の食卓チャンネル78回目ということでスタートいたします。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。これはですね、どちらかというとズームに入ってらっしゃる方よりも、ズームに入ってらっしゃる方よりもね、 Facebook の生配信を見てる人の方がはるかに多くて、皆さんからですね、 Facebook で見ますねっていう方が多かったんですよ。だからズームに入ってほしいなと思いながらですね、やっぱり Facebook で見てる方も多いのでね、逆にそっちの方がはるかに多いので、頑張ってやっていきたいと思いますので、皆さんね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、この武士の食卓チャンネルは命と食の勉強会っていうことなんですよ。なんで命と食っていうことを言い出したの、ひみやさんっていう方もいらっしゃると思います。私はですね、食、和食をずっと追求してやっていくと、簡単に言うとね、和食を追求すると結局浄化ということになり、そしてね、浄化ということになると食材ということになるんですよ。食材を追求すると、食材を追求すると農業に行き着きます。で、農業に行き着くと今度命と向き合いますから、結局やっぱりですね、食っていうのは命と直結してるんですね。ですから、なぜ命はあるのでしょうというところまで考えるようになりました。ちょっと哲学的な部分もあるかも分かりませんが、ぜひ皆さんお付き合いください、ね、なぜ和食は世界で一番人気があるのかということを、これから皆さんと共有していきたいと思います。で、おかげさまでですね、今年からですね、少し海外の方にも目を向けていこうかなと思いまして、行ったり来たりの生活も始まるか、もしかしたらちょっと移住するっていうようなことも起こるかも分かりませんが、皆さんね、ズームというね、今便利なものがありますね。昔と違ってこういうものがありますから、また皆さんとつながっていけると思ってますので、ぜひね、もし日本を離れてもですね、皆さんとどんどんこのように普通につながっていきたいと思いますから、よろしくお願いいたします。はい、始める前にですね、一つだけお祈りさせてください。私はずっと毎日毎日、朝1時間、夜1時間、皆さんの幸せをお祈りして、職位としての仕事を全うしています。全存在のすべての永遠の幸せを心の底よりお祈り申し上げます。これをですね、心の底からずっと言って、あと、先祖の浄化、子孫の浄化、そして前世の浄化、いろんなことをやってます。死んだ万象の浄化ですね。そういったことで結局1時間かかるんですね。そういったことで職位としての仕事を全うしてます。はい。ということでですね、今日のゲスト、縄文パン。なんか魅力的ですよね、縄文パンってね。縄文パンって何かなって初めて聞いた時思ったんですけど、縄文開運パンということでね、どう、何だろうなとかと思ってね、先日のり子さんのお作りになられたパンもいただいて、とても美味しかったし、彼女のね、コンセプトっていうのは調和を心身にということですよね。これもね、私のやっている浄化和食と全く表現が同じ、伝えたいことが同じなのでね、ぜひ今日はね、のり子さんにお話しいただき、そして一緒にね、
いろんなことをね、やっぱり一緒に若手の人たちだし、一緒にやっていきたいなと思うのでね、また末永くお願いしたいと思います。はい。で、氷見屋カンナの紹介っていうのはもうね、皆さん私のことを知ってる方たちばっかりだと思うので、簡単に言います。私は、加賀百万石前田家のお殿様の職位という、役職がですね、私の先祖でした。で、職位とはどういう仕事だったのかということをですね、また皆さんにお話ししたいと、これからお話しいたしますけれども、ここで青い着物を着て喋っている、ね、のがですね、ニューヨークジャパンソサエティということで、ニューヨークで講演してきました。もう何百人ぐらいいたかしらね、結構広い会場で満席でね、私の前の年はですね、市川海老蔵さん、その前の年は安倍総理、元安倍総理、その前の年は宮崎駿さんと、そうそうたるメンバーの、ね、方たちの、ね、講演の、あと日本、ジャパンということを代表して和食の話、饗応というテーマ、武士の食卓、饗応というテーマで話をしてきました。この左下のところに「サムライグルメ」っていう本がありますね。これがニューヨークで出版されたので、それのご縁があったからかなと思っています。そして石川県、私のふるさとの石川県の推薦もあり行ってきました。はい。そしてですね、武士の食卓って何っていうことはですね、武士の食卓はね、浄化和食って言ってるんですよ。心質とか心の質ですよね。あと、霊性を上げる食事なんですね。ちょっとなんか、氷見屋さん言ってる意味が分かんないって思うかも分かりませんが、ちょっと聞いてください。ね、この料理を食することによって心が進化し、ね、心づくりができて、心が進化し、真実の幸せに気づく和心の食なんですよ。ね、心質、霊性を上げるとは、以下のことを理解することが大事ですということでね、皆さん今読み上げますね。人間は地球によって育まれる生命であるので、自然に対する感謝の気持ちを抱き、地球という自然資本を大切にせねばならない。自分では生命は作れず、この生命は預かり物、授かり物、預かり物である。ね、地球は生きている。地球動いてるでしょ？ね、自転しているし動いてる。地球は生きてるから、その生きている生命体の中で私たち人間は生かされているっていうことをね、絶対に忘れちゃいけないの。そう思うと、水も汚さないし、空気も汚せないしね、そこに住んでいる私たちだって仲良く助け合って生きていかなきゃいけないっていうことに気づくと思います。地球は生きている、そこの中で私たちはそこで生かされている。まあ生かされている、まあ私は思ったのは寄生虫みたいなもんだなと思ってるんですけど、本当にね、そういったことを考えると、やっぱりね、お風呂に入ってね、シャンプー使うのもね、ボディーソープ使うのもどうかなって思ってしまう今日この頃です。はい。ということで、宇宙万物平等存在である平等自由の自覚を人生で実践するために生まれてきました。ね、宇宙が生まれたからこそ、今ここに私たちの生命があるということなんです。ね、よく一つ一つ噛み締めてこの意味を考えていると、本当にありがたい、ありがたい、ありがとうございますっていう言葉しか出ないじゃないかなと思います。私たち人間は宇宙の中の一員です。宇宙には肉眼で見える世界と見えない世界があります。誰一人として自分で自らの生命を作ることができた人はいません。だから人間は葉っぱ一枚作れないんですよ、人間って。ね、神様に生かされている、創造主に生かされているということを忘れてはいけないから、本当に感謝の気持ちっていうようなことで生きていけたらなと私は思ってます。そしてですね、浄化和食、何度も言ってるよね。武士の食卓、浄化和食って何っていうことを、今からね、ここに先ほどちょっと文章にまとめたんですよ。ちょっとね、読み上げますから、皆さん一語一句ね、よくね、ちょっと見ていただくと嬉しいなと思います。ね、武士の食卓、浄化和食とは、時の権力者、大名や殿様には、食医という専門の医師が殿様の心身の健康を保つために、そばにお付きでいました。食医とは、神官や巫女のような役目です。神々と交信し、祈り、浄化をするのが役目です。人間の陰の心を改心させて、
神と交信できる霊性を高めていました。世の安寧を祈り、先祖や霊界霊人たちの、ね、御霊の浄化をし、国の安定を保ってきました。時には天界と交信し、お聞き入れをして、祭りごとにも関わってきました。殿様の食事はすべて縁起を担ぎ、祈りの意味を込めた料理です。食材については薬草園や薬草山を持ち、そこには最高の地場、ね、最高の地場のところで波動の素晴らしいところでした。自然農法で季節の薬草や野菜を作っていました。その地は鉱石や水脈、山や川の風土を考慮して風水的に作られた、魔が入らぬように結界が張られた場所でもあります。霊界の言い方では竜の山、ね、竜の、ね、あそこは竜がいるとか、竜がいたとかっていうような言い方しますよね。霊界の言い方では竜の山の土、川、風、水などとも呼ばれて、その地は竜の体、竜の住処とも伝えられております。そういった場所で薬草そして野菜を作っていたということなんですね、うん。まあ、まるで風水でその場を作ったということになるんですけれども、そのような特別な薬草園で作られた薬草や野菜で料理を作ります。食医は供応役、料理人でもあるために、食材の管理や調理指導を受けたまっていました。携わりっていました。料理の作り方、調理法、環境、しつらえ、器、色や形、質感にも意味があり、バランスをとってきました。お膳の上は宇宙そのものであり、融和と調和が保たれ、神羅万象の蒸す火そのものの料理だったのです。蒸す火っていうのはサムスイングレート、生み出すエネルギーのことです、ね、神のことですね。神の料理そのものだったということなんですね。すべては縁起担ぎであり、祈りであり、意味が込められていました。料理と器の組み合わせやバランス、野菜同士の相性や調和、どのタイミングで何を食べるかまで宇宙の真理によって考慮されていました。味付けにおいては、小宇宙の人間の肉体とバランスを取るためにとても重要視されていました。だから食べる順番というものがあるんです。一人一人の個人において食べるものは食べる順番には違いがあります。和漢という知恵も入っています。それぞれの肉体や年齢、生まれ育った環境や地域にまで関係し、すべてを考慮することにより初めて浄化和食となるのです。神土富士一物全体という食用場でもあるということなんです。現在の商業ベースに乗った和食ということではなく、日本人の本来の和食は浄化和食であり、食べることで日本人は魂の浄化をしていたということになります。本当の意味での世界無形文化遺産になった和食というのは、この浄化和食の意味だと私は思います。ここをとても大事にしたいと思ってます。ではなぜその情報が消えてしまったのかということになると、食意というものが消されてしまったんですね。なぜなのかというとですね、私たちは残念ながら敗戦国です。本当に敗戦国なんです。敗戦国である日本は GHQ により多くの日本の精神性に関わる重要な心臓部を消されてしまいました。一番先に消されたのが食文化であり、食意の存在です。すべての書き物、書き記されたもの、人間までをも焼き燃やされて消去されました。和食の神髄を消すことが日本人をふぬけにさせるために一番良い方法であり、精神性や風習、家族をも崩壊させる元となりました。間違った情報で洗脳し、あたかも真実と思い込ませて、本人の日本人の精神性をなくさせたんですね。日本人は精神性をなくしてしまいました。食からの道徳や倫理観、ね、真の神への信頼関係をも断ち切られてしまいました。悪に占領され続け、ね、洗脳され続けて、現在の日本人の今の状態がここにあります。すべては日本の食文化を取り戻すことで、日本人が日本人たる精神性を取り戻し、ね、取り戻すことができるので、今こそ私はここで皆さんね、日本人が気がついて、
立ち上がるべきだと思うんですね。すべては命の元となる食が崩れたから、日本人の精神性がおかしくなってきた、健康もおかしくなってきた、ね、心の在り方もおかしくなってきたと私は思ってます。だから目を覚ましましょう、ね、真の日本の食文化を、浄化和食をもう一度次世代に伝える役目を果たすために私は立ち上がりたいと思ってます。もう立ち上がって頑張ってます。その志を叶えるために、次世代の若者の目覚めと行動がなければ何も変わりません。一緒に考えて行動に移しませんか、ということでこのズームを始めたというわけなんですね。このズームをもう一回始めようと思ったのにはこういう理由がありますから、ぜひね、若い人たち聞いてください。無料だから聞いてください。ぜひ皆さんに聞いてもらいたいと思います。それではね、浄化和食を学び、食べることによりどうなるかということはですね、食べることで心身の浄化健康を作れます。先祖や成仏できない霊人たちの浄化ができ、自分らしく生きられるようになります。身体の修繕、修復、回復、改善、調和、バランス、強化、リンパ、ホルモンバランスを取ることができ、自己免疫力を上げることができます。浄化することにより心の冷静を高めることができます。肉体を持った人間の心の浄化、改心をすることにより陽波動となり、運命が好転して、冷静が上がり、そして冷静の引き寄せという、同じ波動を持った人たちの引き寄せとなって成功につながりますね。これはとても大事でね、運命が変わるということなんですよね。神羅万象の神々と交信ができるように、心づくりができるようになります。心づくりが、心ができてないと神々との交信はできません。心の安寧、平和と無償の愛の世界で生きることができます。それは肉体がきれいになるからです、ね、肉体は心の入れ物で、神の分け御霊であり、神様の一部なので、本来ならば美しい心を入れるための肉体なので、肉体であるということなんですね。ですから何度も言うようにですね、祈ること、そしてですね、浄化和食ね、浄化和食を食べるっていう、浄化の和食っていうことを学ぶことね、学んだら実践してみんなに伝えること、それがとても大事。私はもう今年から世界発信しようと思ってますから、もう老体に鞭打ってますからね、もうちょっとね、皆さんね、一緒に頑張っていただきたいなって思うし、興味を持ってもらいたいなって思ってます。はい、ということで、和食は器の中の歴史書ということでですね、あの一品一品器の中に入っている料理に歴史観が含まれてます。それは郷土料理とかを見ていただくと分かるかなと思います。ちょっと駆け足でいきますね。そして、日本の和食とは何ぞやということをですね、ここにですね、和食の三原理ということでまとめました。武士の食卓ですからね、武士っていう言葉もここに使ってますよね。3つ三原理にまとめたので、まずは1つ目、武士の質素な日常食、これは日本人の質素な日常食の意味です。日々天地の力を宿す食材を食する、これは今言いましたようにね、波動のいいところでね、無農薬の野菜を作ってそれを食べること、質素な日常食でいいんですよ、普段はね。そして2番目、共王の宴、これはですね、私が言っている殿様と殿様の接待料理、大名と大名の接待料理のことですね。で、どういうことかというと、あの節句だとかね、婚礼だとかね、祝い事、男の子が生まれたりとか、そういう時は盛大に共王をするんですよね。この共王というのを私は海外に持って行って、海外の富裕層の方たちを接待する、共王する、そしてこの日本の和食の本当の意味の真髄を伝えるっていうことをやってます。今もやってるんですよ。今も私のサロンにはですね、海外の方はお忍びでいらっしゃいます。ね、もう世界中にいろんな料理を食べ尽くした方々がこちらへいらっしゃって感動していただくんですね。本当にね、ナッパの炊いたのとかね、漬物の炊いたのとかね、もう金沢でいうジブニだとかね、そういうものでね、ものすごい感動されるんですね。うん、それはなぜかというと、いろんな意味で浄化和食だからです。浄化和食の意味を伝えていますね。ですからね、このね、
1つ目が武士の質素な日常食、2つ目が教皇の宴、そして3つ目がとても大事なんですね。私たち日本人、ね、自分の心と向き合ってください。季節や社会情勢を織り込んで生活にリズムを作っていくこと、これがね、和食ってね、直結してるでしょ、季節と。で、社会情勢と直結してるでしょ。ね、おめでたい、なんかお祭りがあったり、お正月があったり、ね、なんだろうな、お葬式の時はね、いろんな意味で精進料理食べたりとか、いろんな意味でね、行事ですよね。そういったことと直結しているんですよ。そして自然のリズム、春夏秋冬の自然のリズムと共鳴できる体を身につけるということなんですね。うん、これがとても大事。この話をするとね、また私1時間以上喋ってしまうんで、説明一つ一つすると次に移ります。はい、ということでね、私前半にものすごい大事なこと喋ったんですよ。で、あと10分しかないので、私の持ち時間が簡単に超スピードで話しますね。日本の姿、和心と真心ということで、ギネスブックには日本のことを世界太古の文明を持つ国家、日本が世界最古の立憲君主国として登録されてます。皆さんご存知でしたか？ね、ギネスブックには日本は現存する世界最古の君主国で、天皇家は現存する世界最古の王朝として記録されています。日本文化の素晴らしさ、奥の深さ、すべての文化が途切れることなく連続しているんです ね。これどういうことかというと、例えば20年に1回の式年遷宮とかね、そういうことを考えると、ちょうど代替わりの時に全部とっかいひっかいやるんですよね。ということはですね、代替わりの時、ちょうど20年で代替わりだから、ずっと文化ね、職人の、本当に職人の技とか職人の腕とか、そういったものが全部途切れることなく連続してね、継承できている。このなんていうのかな、日本の素晴らしい、このなんていうのかな、この例えば式年遷宮があるということ自体ね、私はなんと素晴らしい国なんだろうなっていうふうに私は感動してます。他の国と比べてみてください。こういうことをやっている国ってね、神社をね、本当に伊勢神宮でそういうことをやってる、出雲大社でそういうことをやってるってことは素晴らしいことです。はい、ということで、武士の食卓は和心真心をつなぐ浄化和食であり、おもてなしとは何かと考えたときに、思いやりという言葉が出てきます。思いやりですね、心づくり、思いやり、とても大事です。相手に敬意を表するという武士道の基本です。武士の食卓は食事を通じて武士道、日本の精神を伝えています。ですから、この浄化和食、日本の和食に乗せてですね、私は大和魂ね、そして武士の食卓に乗せて武士道を世界に伝えていきたいっていうのは、ずっと若い時からの夢なんです。ようやくですね、この夢がね、何度も何度も挑戦したんですよ。海外にみんなことごとく邪魔されてるというか、まだ土の時代だったから早すぎたんですね。ようやく風の時代に来て、そしてですね、世界のね、まあ、魔の組織がことごとく神様によって大掃除され、ね、ようやく、ね、いい時代が来るかなというようなことで、ようやくね、善の心を持った人たちの活躍できる時代、ね、そういう風の時代が来ました。ということでですね、日本の国を神ながらの国というふうに言ってたんです ね。唯一神の国というふうに言われてました。はい、この唯一神ながらの国、神ながらの道っていうのはですね、陰陽ね、宇宙の法則みたいなもんです。全てに陰陽が、陰と陽があるの。悪い心もあれば、反対はいい心もあるし、男がいれば女もいるね、右と左、そういったことで、これは宇宙の法則っていうかね、もう裏と表っていうのは必ずあるんですね。どちらが欠けても成り立たないし、全てが共存共生共育している、ね、これを神ながらの道と言います。宇宙神羅万象の普遍性、これがですね、宇宙神羅万象の本当にこの何て言うのかな、真実っていうのかな、真理ね、普遍性の真理ということになるでしょう。
はい、ということでですね、今日今もう私のお話はここまでにして、ちょっとだけね、ご案内をさせてください。1月28日土曜日、前回で出ていただいた宮崎敦さんにですね、講演をしていただきな、いただきランチ会があります。ぜひ皆さんね、いらしてください。まだまだお席はあります。はい、それとですね、2月の22日6時半よりね、素晴らしい先生に来ていただきます。BS 富士プライムニュースのレギュラーの先生ですね、真田信之の末裔の方で、真田幸光先生にですね、スペシャルな、本当に少人数で、ものすごい世界経済の真実の動きを話をしてもらいます。どこにでも出ないような、どこにでも出てないような真実の話を、少ない人数だから、本当のことを話してもらいます。今もうマスコミとかね、いろんなところ本当のこと出てないからね、今世界がどうなってるか、世界の経済がこれからどう動くかってくる、本当のことは絶対出てないです。だってもう世の中ぐちゃぐちゃになっちゃうから、本当の情報を私は教えてもらわないと怖くて世界に行けません、うん、ですから真田幸光先生にこの時に本当の情報を話をしていただきます。特にね、うん、会社経営者の方とかね、そういう方に聞いてもらいたいなって思ってます。無理してでも皆さん来ていただけたらなと思ってますので、もうなかなか真田先生に出会うチャンスはないですからね、ぜひともいらしてください。真田先生は調布にお住まいですからね、皆さんとね、調布に近い方はいいかなと思います。はい、ということでね、あと3月14日は私が上川和食の話をする、そして加賀前田家とのつながりの話をする、ね、運命好転の上川和食の私が講演をする京料理の会を3月14日の火曜日にやります。これもね、ものすごくいい情報をお伝えしますし、ものすごく詳しく食べる順番、どうしてこの器なのか、どうしてこの質感を使ったのかということを、もうちょっともううるさいぐらいに授業みたいになっちゃうかもしれないけど、でもすごく楽しいと思います。あまりこういったことを私はやらないので、本当に決められた本気で職位を目指す人にしか私は教えてないので、ぜひ皆さんね、いらしてください。運命が必ず好転しますから、もう嘘つかない、本当にぜひいらしてください。ということでですね、皆さんね、ご清聴どうもありがとうございました。さて次はですね、今日のゲストのね、劉のり子さんにちょっとね、マイクを移してっていうことではないな、今ね、共有しようかね、ちょっと待ってね、こちらの方ですね、皆さん、この3人で写っている写真の一番左側の方が劉のり子さんです。はい、ということで、共有、あ、ごめんなさい、ちょっとね、私ね、ちょっとお待ちください。のり子さん、聞こえますか？はい、聞こえますか？よかったよかった。のり子さんにをホストにするにするとですね、のり子さんが多分お話ししたときに、はいはい、ドカンと出てくるんじゃないかな。ちょっと私も詳しくないので、このままおしゃべりしていいかしら。あ、大丈夫です、はい、本日のゲスト劉のり子さんです、はい、ですね、皆さんね、ちょっと参加者の方の情報が私欲しいので、ちょっとお待ちください。はい、今日はね、今現在ね、12人の方も入っていただいてるし、あ、池田史郎先生、お声聞こえますか？はい、聞こえますよ。もうね、縄文と言ったらもう池田先生なんですよ。劉のり子さん、池田先生に逆にいろいろ聞かれたら、このチャンスはないので聞かれたらいいと思います。ありがとうございます。ということでですね、劉のり子さん、今からですね、自己紹介をちょっと詳しくめに言っていただいていいですか？はい、何かパワーポイントがあるわけではないから、このままでいいですね。わかりました。はい、皆さんね、質疑応答とかいろいろするので、皆さん何か聞きたいことあったらぜひ積極的にお願いいたします。はい、はい、あ、すみません。キミヤさんに送ったものはここには出ない感じ。あ、ちょっとごめんなさい、出ないな、ごめんなさい。わかりました。ちょっと時間がなかったので。わかりました。いやいや、すみません、私もちょっとできなくてですね。はい、縄文開運パンと称して、パンを作ってます、劉のり子と申します。聞こえますか？はい、大丈夫ですか？はい、
聞こえますよ。はい。はい。ずっとパンは、幼少の頃から作ってきているんですけども、まあ、ちょっと麦とかパンがとっても好きだったので、北海道の方に麦、美味しい麦を目指して、住み込みで修行に行きまして、それで、それでまあ、その、麦、畑のこう人たちと友達になれないかなと思っていろいろ行ったんですけども、なかなかその時は、まあ、30年前ぐらいの話なので、なかなかその素人を入れてくれないというか、はい、全然受け入れてもらえなくて、はい、まあ、そのメーカーさんとは仲良くなったんですけども、はい、農家さんとのつながりは持てないまま、でも東京の人たちからすごい北海道に注文が来るので、うん、北海道に行って作ってると、うん、やっぱ東京の人は美味しいものを知ってるのかなと思って、はいはい、出身は宮城なんですけども、まあ、北海道に行ってから東京に来たんですね、うん、はい、で東京でもまあ結構おいしいパン屋さんを、まあ、パン屋巡りもしてたので、おいしいパン屋さんの近くに、うん、住んではいろんな店に修行に入って、うん、はい、それでお店を、まあ、開くところまでは行ったんですけども、おすごいねお店を開くって大したもんだね。はい、はい、そうなんですね。やっぱりその作ることと経営することのね、能力が全く違うというか、作ることだけはすごく好きで、いつまででも作ってるんですけども、経営していくっていうことが本当になかなかできなくて、それで、まあ、まあ店舗を開店してはすぐ閉店して、まあでもそれでも、はい、閉店してもまた開店しないかっていう話は結構いただいて、うん、また開店するんですけど、すぐ閉店してっていうことを、何度も繰り返しまして。ねえ、大変だったね。うん、頑張ったなと思う。本当に、ありがとうございます。そうなんです。それで、まあ、そうこうしてるうちにというか、まあ、パンを追求してるうちに、うちの祖母がですね、おばあちゃんが糖尿病になりまして、で、やっぱり自分が送っても食べてもらえないっていう状況だったですね。それで、まあ、そんな状態でも食べてもらえるものっていうのはあるのかなっていうことを追求しているうちに、すごい健康オタクになりまして、で、まあ、いろんな他の材料で、まあ、小麦最近だとって、まあ、何年か前からネクリペフリーがいいっていうこととかも、今の小麦はっていうこととかもいろいろ言われていた、いるじゃないですか。はい、それで、はい、まあ、いろんな材料でパンを作るようになったりして、まあ、そうですね、いろんなパン、まあ、小麦以外の材料でもいろいろ作ったんですけども、まあ、やっぱり小麦が一番好きなんですよね。そうですね。それで、まあ、食べてもらえる人が健康になって、でも小麦の風味は、美味しさは小麦で出せたらいいのになって思ってる時に、古代小麦を知りまして、はい、で古代小麦であれば、まあ、アレルギーの問題を守ってないっていう部分もあったりしたので、一番古いところも、古代小麦ですか。お米で言うと古代米みたいなもんですよね。そうですね。なるほどね。そういうのあるのね。そうなんですよね。なんで、まあ、今言われてるのっていうか、まあ、もともとその1万年前とかもっと前から野生にあったものを栽培して、まあ、今の小麦までになってるんですけども、今遡れる、まあ、残ってる小麦で言ったら、アインコーンっていう一粒小麦が一番古いということで残ってるんですね、はい、なんでそれを収穫、まあ、育ててる人のところに行って収穫させてもらって、で種をもらって、で近所でまけるようになったので、畑で生まれてるんですね、はいはい、でその材料、なるほど、はい、まあ、ちょっと脱穀とか製粉がすごく大変なので、なかなかその自分で作ったからといってそれを使って 100% でやるっていうのはそこまでいけてないんですけども、はい、なんですけど、まあ、やっぱり自分で作っていると、その自分がどんなにまあ、贅沢を言ってしまっていたかが分かるというか、粉メーカーにこんな感じでの粉はないのかとか、もっと安くしてとか、いろいろわがまま言ってきたので、ああ、なんて申し訳ないことをしてしまったんだろう、こんなに大変なことをしないと取れないものだったのにってことも、まあ、分かることができたので、まあ、育てるっていうのはきっと少ない量でもやっていきたいなと思ってるんです、ね。本当ですよね。そうですね。自分で作るとね、よくご苦労が分かりますよね。そうですね、まあ、今も ね畑の、まあ、おじさまとかにいろいろ育ってもらったりして、なんとかやっている状態なんですけども、これをもうずっと
農家さんやってるのかと思うと、本当にありがた、ありがたすぎてというかね、うん、うん、本当にありがたいということが分かりますね。はい。はい、うん、そうですね。それで、まあ、古代小麦とはその時に出会って、健康オタク仲間からいろんなその情報とかも仕入れさせてもらって、うん、他の材料とかもいろいろブラッシュアップしたんですけども、古代小麦の他にその縄文の酵母にもたどり着くことができました。うん、はい、これは私はその北海道に行って、そこから帰ってくるときに、親友が青森の遺跡を案内してくれて、うん、でその時に一番最初にその縄文の遺跡を見たんですよね。うん、はい。はい、でそう、まあ、30年前近く前に一回そこの、うん、亀ヶ丘の遺跡に行ったんですけども、うん、その後もしばらくちょっとご縁がなくて、なかなかで行ったりできなかったんですけども、うん、まあ、結構最近になって、また縄文のことをやってる方たちといろいろ知り合うようになって、うんうん、でまあ、古代小麦でその昔の酵母で、大英博物館からとか海外の方が遺跡の酵母からパンを焼いたっていう情報をやっぱり友達が教えてくれたんですね。はいはい、それで、まあ、これをやって、まあ、3000年前ぐらいだったと思うんですけど、それは。うん、すごい、ね、そうなんです。それ再現してる人がいて、やっぱ愛の小麦で、うん、ちゃんとその時あったであろう小麦で再現したっていうことを教えてもらって、うん、あ、でもこれを海外の人やってるってことは絶対日本でやってる人もいるんじゃないかなと思って、まあ、いろいろ調べたところ、うん、やっぱり縄文の遺跡から三内丸山の遺跡から酵母を出してる人がいたんです。それでちょっと知り合うことができまして。どちらの方ですか？ね、その方は今青森に住んでるんですけども、あ、青森ね、宇宙にいた人だったんですよね。あ、そうですか。たまたま。それでなんか納豆屋さんのお孫さんで、本当は納豆菌がいるんじゃないかっていうことで、うん、三内丸山の遺跡の、はい、六本柱ありますよね、建物、あの後ろ側から酵母が出たんですけども、はい、その辺をこう納豆菌を探していろいろ土を採取して、うん、やってたところ酵母の方が見つかって、ね、結構たくさん見つかった中で一番パンに向いてるものを培養して、うん、今青森県とその学校で大学みたいなところをと連携してその酵母を育てて、でまあ県内の名産品みたいにして今やってるんですよね。なるほどね。それでなかなかその青森県から出るっていうことができなかったんですけども、うん、まあ府中っていうご縁もあるし、ちょっと使えるようになんとか、うん、しましょうって言ってくださって、それでその酵母を使えるように私もしてもらえたんです。うんうん、なるほどね。すごい貴重なものですね。まあ、そうです。なんかもう奇跡のような話ですね。あ、そうですね。私にとっては出会いは本当に奇跡だなと思ってます。本当ですね。なんかその最初に縄文の遺跡に案内してくれた親友は同級生だったんですけども、うん、結構若い時、子供がまだ小さい時に亡くなったんですけど、私が、まあ、青森にその子はいて、私は東京にいて、結構出張とかで来てたので、で久しぶりに会って、その3週間後ぐらい亡くなったんですよね。なんで、その子が一番やっぱり、パンを一緒に作ったりとか、パン屋巡りを一緒にして、とにかくパンが好きな子だったので、なんですか、やっぱりその時に、最後に会いに行った時にも、まあ、ちょっとこのパンを追求するっていうことは私やるから一緒に行こうねって約束をしたんですよね。なんでちょっとそのことを教えてくれたのかなっていうのがすごくあるんです。感じで縄文の酵母に行き着いたっていう。はい、へ、今は何かお店やってらっしゃるんですか？今は、まあ、実店舗は今は開けてないというか、まあ、やってない状態で、施設のパンを作りながら、まあ、その場所を使わせてもらって、自分の通販とかのパンを作ったり、イベント用のパンを作ったり、はい、してます。ねえ、縄文開運パンってなんかいいですね。
なんかね、食べてみて、なんか運気が、そうなんです浄化和食で運気が上がるよって言ってるようなもんですね。なんか本当に素晴らしい。まさに同じですね。そうですね、やっぱり姫屋さんでやってることにほとんど追いつかないですけども、でもなんか海運搬っていう名乗り始めたのはやっぱりいろんなお客様からの要望というか、マルシェか何かでたまたまにそのパンを食べた方が、その後のライブ会場に行った時に、まあ、5人中4人がその抽選に当たったっていうのがあって、すごい そうね、食べた直後になんかその4人が当たったみたいになっね。まて、さそにれで開運ですね。それですごい喜んでもらえて、そうなんです、なので、ね、波動高き体になるんですね。ね。そうだといいななとる思っほてど。作ってます。縄文パン。ちょっとね、池田先生いらっしゃいますか？池田先生、池田先生もなんかパン作って、なんか食べたと、はい。ライ麦パンをずいぶん焼いています。あ、ライ麦パン。なるほど。素晴らしい。そうなんですね。どちら、先生、池田さんはあれですよね、能登の方で、石川県の能登の方でね、いろいろイベントとか、真脇遺跡っていうのがあるから、いろいろされてますけど、ちょっとだけ、なんかコメントいただけませんか？まあ、なかなかアプローチがどういうふうにお話したらいいのかあれですけども、縄文パンって言った時にちょっとググってさっきこれ参加する前ちょっと見たんですけど、普通縄文って言った場合に縄文クッキーって言い方は昔から随分したわけですね。で、今のお話聞いてると、縄文クッキーとものとしては近いものもあるかもしれないけども、アプローチがパンが好きだからパンの方から入ったっていう、そんな感じなんでしょうか。アプローチ、まあ、そうですね、パンの方から入ってますね。なんで、まあ、本当は縄文時代にはこういうパンはないですけども、まあ、縄文時代の土から出た酵母を使っていて、で、その縄文時代のやっぱ調和の感じをその体に、何ですかね、まあ、無理なく入れられるというか、今の食事だとしてもちょっと気軽に取り入れられるね。なんなんでかそれこう、が、縄文時代の精神性っていうかね、融和とか調和とかそう平で和すとか、ね。そういう和の心をパンに託してみたいな感じですね。そうですね、そうです。うん、なん素か敵再だと現思いするっまていす。うよりは、本当になんか今のものと融合して、で、みんなで楽しいっていうことが伝わると、よりいいなと思っているので、はい、そんな感じ。土地持ちをね、すごく昔ながらの作り方でずっと作ってらっしゃる人と知り合いがいるんですね。そうすると、例えばその土地の実をアク抜きのためにさらす時間が1週間とかかけるんですよ。谷側にずっとざるに入れて1週間流そう、水あでれ、全部流すそんんでなす。大変なことなんですか、土地の実って。やっぱりアクがものすごいんですすよ。ごいそうなんですね。1週間すごいですね。で、ただあまりにもさらしすぎるとまた特徴がなくなったりするので、これの頃合いが結構難しいんですね。そうなんですで、でね。もそういう土地の実だとか、それからどんぐり類を随分使ってやるっていうのはいいんですけど、やっぱ小麦っていうと、まあ、さっきもちょっとありましたけども、一般的には古代小麦っていうとスペルト小麦だとかですね、そういうのを使ったりなんかされる方もいて、この前もつい2日前もスペルト小麦をメインにして、トレとライ麦を半分半分ぐらいなのかな。で、そういうふうにして焼いたものをちょっと食べてみたりもしたんですけど、だから日本もね、お米も小麦も昔から結構あったと思うんです。なのでなかったこのように言う人もいるんだけど、実はあったんだけど、ただ位置づけが違うと私は思ってるんです。位置つづまけり、が違うっていうことね。小要麦するとに米ね。主食プラス副食っていう組み立てはしてなかったと思うんです。ですから主食っていう発想はこれ近代の発想だと思うんですよね。そうかもしれないですね。もしくは中世からもう少しは日本の場合あったと思うんですけど、多分縄文時代は主食って発想は全くなかったと思うんですよね。そうなでるすほね、ほとど。んど木の実とかですね、食べてたもの。木の実、草の根、ね、
海藻類、それで魚、小動物、昆虫って順番だと思うんですよね。やっぱり昆虫入るんだ。最後に出ましたけどね。なるほど、そうすると木の実、草の根、草の根というのは、うん、例えばごぼうだとか山芋だとか、その辺が、はい、まあ、メインだと思うんですけど、うんうん、でそう今言ったあの順番の中にいわゆる穀類は入ってこないわけですよ、うん、あ入ってこないんだけど、そうですね、うん、やっぱり栽培はやっぱりちょっとしてたんですよね、うんうん、でかなりでも嗜好品的だと思うんです。そうですよね。だから嗜好品として楽しむのは昔からやってるし、今もそれはありだと思うんですね。うん、でさっきからおっしゃってるようにやっぱり古代小麦にやっぱりこだわる方の多くはそうなんだけど、現代の小麦は、うん、言うならばグルテンが異常に強化された小麦が多いので、うん、それで欧米人はセリアック病なんてなったり、それからリーキー症候群になったりして、うん、そのグルテンの害っていうのがものすごく今クローズアップされちゃってるわけですね。そうなんですね、うん、だから米粉を使ってパンを作るっていうのはそのグルテンがないからいいんだっていうのもすごくあるわけですよね。なるほどね。でも古代のものはそんなに強力にグルテンが強いわけでもないので、うん、じゃあ本当に健康パンですね、縄文パンが。まあまあそうですね、そうですね、うん、あそれとあとは古代はみんなやっぱり労働がきついので、うん、まあ、きついといっても例えば午前中ちょっと作業したら午後はもう遊んで夕方からもう寝てしまうとか、うん、まあ、そういう、うん、縄文時代はもっと自然のリズムの中でやってるので、うんうんうん、ただただ苦しい苦行ってのはなかったと思うんですけども、うんうん、まあただ体を使うのは現代人と比べるとずっと多いと思うので、はい、炭水化物をそれなりに入っても問題なかったと思うんですけど、うん、今現代社会でやっぱり最大の問題は糖尿病ですよね。はいはい。やっぱり穀類とお砂糖類によって、うん、日本人で大体2000万人が糖尿病およびその予備軍と言われてますので、うん、もう相当大変なわけです。ですからですね、でその辺のこともちょっと考えると、うん、縄文時代に遡ってちょっとイメージするといいと思うんですが、うん、主食っていう発想じゃなくて、うん、あくまでも嗜好品としてそういうのを楽しむっていう態度が僕はすごくいいんじゃないかなと思うんです。うん、ね、先日もね、のりこさんがね作ってきてくださったパンをね少しいただいたんですね。なんか甘みと塩味がねちょうどよくてね、歯ごたえもあって、やっぱりこう硬いのかな、どうなんだろう、あれは。そうですね、やっぱ硬いパンの方が向いてると思うので、ね、そうですよね、ちょっと荒っぽさが なんていうのこう縄文の小麦粉だからやすっごく心地よくてすごく好きだった、美味しかったです。なるほどね。だからそのね、酵母の使い方もね、自然な、うん、そのあれですよね、木の実だとか、うん、それからその辺 のやっぱり草についてる自然な酵母で発酵させていくっていう、うん、そうするとそれぞれのやっぱり特徴が出て、うん、甘みが出たりいろいろするわけですよね、うんうん、だからそういうので楽しむっていうのもすごくいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、うん、それね、先生ありがとうございます。なんかとても素敵なご意見をいただいて、はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっと今お話しいただいた池田史郎先生にはですね、2月の28日の火曜日にまた縄文時代のね、いろんなねお話とか、池田先生のされているような水のこととかね、いろんなお話もいっぱいありますよね、先生は。もうケースの話とか、もう本当はね、もう毎回シリーズでお話ししていただきたいぐらい。また先生よろしくお願いいたします。はい、お願いします。28日です。はい、それでですね、中江優子ちゃんいらっしゃいますか？声出ますか？はい、はい、こんばんは。ゆうこちゃんこんばんは。はい、今度土曜日待ってます。はい、お伺いします。からかけてます。うん、ゆうこさん、なんか結構ゆうこさんを見るとグルメっぽいんですけど、縄文パンですか？グルメっぽいくないですけど今ね、うん、実はすごいタイミングよく、うん、母が
あの私88になるんですけど、もうアトピーがと喘息がひどくて、でね、もうずっとステロイドを飲んできて、今脱ステロイドをやってるので、ちょうど本当に今日のねお話が、あの私にはすごく学びで、本当に体にいいものを入れていくと、もうね、あの88なんで本人は諦めてたんですけど、うん、あのもう一回やり直すということで、食事から腸活からこの年で頑張るって言って、あのね、そのまあ農薬のないものや、はい、化学肥料のないものや、はい、添加物のないものを、はい、まあ、お年寄りだからもうちょっと時間かかるかな、でもね、若者だったらね、若者関係、はい、3週間で変わりますから、体は本当ですか、変わりますからね、3週間、そして3ヶ月で治ります。3週間で出てきます、兆候が、はい、良き兆候が、はい、やってみてください、はい、これはですね、元農林水産大臣の今種苗法とかね、オーガニック給食を広めていらっしゃる山田正彦先生がうちに講演に来ていただいた時にそうおっしゃってました。3週間で病気は治る、アトピー治るって言ってましたよ、本当おっしゃってましたよ、うん、私もそうです、私もそうやって自分の体を治しましたから、はい、うん、ちょっとね、前にもなんかメールかなんかで言ったような気がするけど、3週間まず頑張ってみたらいいと思います、はい、なんとかそういう食材を手に入れて、そういうことで、そうそうそう、あと干し椎茸の戻し汁のスープ、そうそうそう、スープですね、うん、スープ飲んでます、一生懸命、そうそうそう、とてもいいと思いますよ。なんか詳しくお話ししたいんだけど、ちょっとね、あれなんで、ありがとうございます、まあ、うん、はい、本当今日は素敵な情報、ありがとう、とても、キャッチコピーが気になって、縄文パンっていうね、素敵に聞かせていただきました、ね、なんか、うん、いろいろありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、そしたらですね、もうちょっとまだ時間あるので、月岡さんっていらっしゃいますか、はじめまして、声出ますか、うん、幸恵さんかな、月岡さんって方いらっしゃいますか、消えた、あ、ちょっと消えちゃったかな、あ、木村和道先生いらっしゃいますか、ちょっと聞くだけかな、ごめんなさいね、まどかちゃんは喋れない、無理、あ、すいません、月岡です、あ、月岡さん、こんばんは、ありがとうございます、こんばんは、のりこさんのご友人の方かしら、はい、そう、よかった、嬉しい、どうもありがとう、ね、ありがとうございます、ご縁がね、こういったところでね、はい、何かじゃあのりこさんのことを何でもご存知だと思うんだけれどここぞというところで、なんか質問とか何でもいいからないですかね、はい、あ、そうですね、さっきから言ってるように、まず金ちゃんの、うん、金ちゃんですね、あとやっぱパン、はい、パンもやっぱりグルテンフリーのパンってなかなかないじゃないですか、あ、そうですね、そうですよね、はい、でやっぱり最近グルテン気にされてる方すごく多いので、うん、うん、なんかやっぱすごくありがたいですね。うん。で、さっきも、はい、お食事のことちょっと出てたんですけど、息子がちょっと軽い、小麦粉アレルギーがありまして、あ、なるほど、はい、国産の小麦粉だと大丈夫なんですけど、うん、ちょっとね、海外のこう農薬たっぷりの小麦粉だとどうしてもね、ちょっと痒くなったりとか、うん、っていうことがありますので、うん、やっぱそうやってね、こだわって、そうですね、うん、中に入れてるものもすごくこだわって作っていただいてるので、うん、すごくありがたいです、はい、なかなか手に入らないですよね、そういった本当に体のいいものってね、そうなんですよね、でやっぱり全部自分で作るってね、なかなか難しいですから、自分で作るとあんまり美味しくはやっぱできないのでね、え、本当ですね、あ、本当アトピーとか皮膚のね、そういった方にはいいかもわからないですね、そうですね、やっぱり添加物とか最近多いですし、ね、え、
今本当に多いですよね、アトピーの方とか、あとアレルギー、はい、ね、アレルギー怖いですもんね、一歩間違えると本当に呼吸困難になっちゃうから、そうですよね、はい、うん、ね、本当になんかこう大変な時代になったなというか、これがね長年のツケが回ってきたというか、いや、そうですよね、はい、昔はそんなことなんて、私の子供の頃なんてアトピーなんて聞いたことなかったですよ、本当に、うん、そうですね、アレルギーの子の方が本当に稀な時代でしたからね、はい、うん、そうなんですよ、これが本当にツケが回ってきたというかね、やっぱりそれに気づいたのでね、ずっとずっと騙され続けてたから、やっとようやく目が覚めたということだから、やっぱりいろんな意味でママさんたちがね、ママさんたちが本当にこういうオーガニックとかね、いろんなことで運動をして、都道府県とか国に訴えかけるぐらい、先ほどの山田正彦先生もやってらっしゃる活動がね、どんどんやっぱりね、女性たち、ママさんたちで支えていくっていうようなことをね、やっていきたいなと、私も本当に応援してます。ごめんなさい、ね、余計なことで熱くなっちゃったわかります、お気持ち、はい、本当にそうなんですよね、もうね、うん、もうなんかもう世の中に対して言いたいことが山ほどありすぎてあれなんだけどのりこさん、はい、なんかこう最後にですね、のりこさんのね、これからの希望とかやりたいこととか、なんていうのかな、自分の人生の着地点みたいなね、何かこうありますか、なんか具体的に私はこうなりたいっていうようなことってありますか。そうですね、夢ですね。まあでもやっぱり自分で作るものを全部自分で作る、まあ、素材を全部作りたいので、もっと自然の方の畑でその、まあ、麦だったり古代米だったりそういうものを全部作りたいので、うん、まあ、広い畑とか欲しいですね。でそこで自分のアトリエを持って、わかりますよ、ね、それでなんかやっぱりこういろんな人たちがその畑にこう来れるような状況にしたいですね、うんうん、で水もやっぱりすごくこだわりたいので、はい、いい水が湧くところでそういう畑ができて、うん、水大事ですよね、まあ、そうですね、でもそんな詳しくはないですけどやっぱりいいお水でいい素材を作って、それを100、まあ、なるべく 100% 自分で作って提供できるようにして、そこに誰でも遊びに来れるようにするっていう風にしていきたいなと思ってます。いいですね、そこになんかね素敵なところでね、古代米じゃなくて古代小麦を作って、そこにちょっとパン屋さんがあって、はい、素敵なテラスで、ね、子どもたちが遊びながら食べてるような、そこでパン教室もできてって、なんかとっても素敵です ね、 あ、そうですよ ね、 ね、里山のふもとでみたいな感じでね、うん、あ、いいな、もう私もまさに同じで、食、和食を追求するともう農業に行き、命と向き合うっていうのを最初に言いましたけど、ね、行き着くところは農業なんですよ。です、ね、私もだからもう大都会を飛び出してきて、もう今日も里山のふもとで寒くて寒くて寒かったですねあれなんですけど、本当にね真面目に向き合ってこだわってるとね、食に関わってる人は農業やらないとこう嘘だなと思いますよ、うん、かもしれない、すごくたくさんのことを教えてもらえるんですね、うん、だってのりこさんの仕事もそうだし私もそうだけれども、食材が命だから、都会にいたら食材手に入らないんですよ、うん、そうですね、ましてやね無農薬の野菜なんて市場に出てませんから、うん、だからねそこで浄化和食って言ったら完全に私嘘つきになるから、これはいけないと思って、うん、ちょっとね本当にもう老体に無知ってね、新しくちょっとコンセプトを考え直して、海外発信も全て日本からそういったいいものを取り寄せて、うん、現地でも畑をやってっていうふうに私は思ってますのでね、うん、わかりました、どうもありがとうございます、ありがとうございます、そういった壮大な夢だそうですね、みんなでね応援したいと思うし、なんていうのかな、これからいろんなことをね、いろんなことをまたね私もね一緒にやっていきたいし、教えてもらいたいし、ぜひご指導ください、うん、年も関係ないのでね教えていただきたいしね、私もまだまだ心づくりができてないので、毎日反省と土下座しかしてない、もう神様に土下座しかしてないので、もう本当に
改心しなきゃいけないところがいっぱいありすぎてですね、毎日本当に本当懺悔の毎日なんですけど、この だいぶん懺悔の毎日が楽しくなってきたのでまたこれはこれで人生後半面白い人生を送ってるなとは自分で自負してます。はい、ということでね、ちょうど9時半になりました。池田先生、はい、いろいろお話いただいてね、どうもありがとうございます。先生ね、なんか甘えちゃって申し訳ないんだけど、2月のね28日に縄文の、はい、どんな話をしてくださるのかだけちょこっとちょっと前置きいただけますかね、最後に。今あんまりね、ちょっと時間があると思ったからまた突っ込んで考えてませんけど、うんうん、やっぱり縄文って言った時に、うん、そこでのやっぱり生き方、はい、なるほど、それからですね、まあ、食材だとかなんかについてはまあいろいろ事実ベースであるので、うんうん、まあだから縄文時代のその生き方と、それから、あとはもう一つやっぱり水との関係をちょっともうちょっと突っ込んで話ができたらなと思ってます。あ、もうまさに聞きたいテーマですね。うわー、ちょっと嬉しいな。ちょっと一つだけほのめかしますとね、はい、さっきから問題になっている、うん、その小麦グルテンの話、うんうん、これも実はね、あるそれなりにエネルギーの高い水を使うとグルテンが全部分解できるようになっちゃうんですよ、はい、だからもう危険性がなくなっちゃうんです。なるほどね、全部アミノ酸に分解できちゃうんですよ。なるほど、そうですね、そうですね、グルテンがもう害を及ぼすものでなくなっちゃう。うんうんうん、それはすごいですね、神業だ。そうなんですね、またいや待ち遠しいな、まだ1ヶ月あるよ先生1ヶ月待てないな、なんかパンパンで今忙しいです。わかりました、すいませんね、本当ね、うん、ということでわかりました。じゃあ2月のね、またね28日縄文をテーマにね、またぜひ皆さんと楽しみたいと思います、はい、ではですね、来週の火曜日はですね、永田くんっていうね、永田くんっていうね、ちょっと若者がですね、教育、子どもたちの教育、ね、中高生の教育っていうようなことでね、一生懸命今活動して、登校拒否だとか、ちょっとね、いろんな発達障害の子どもたちとか、いろんなところ、いろんな子どもたちに目を向けて、Zoom だとか、いろんなことで教育をテーマにやってますので、またその彼のね、いろんな波乱万丈のことも聞けたらなと思ってますから、また来週ぜひ皆さんとこの時間にお目にかかりたいと思います。なんかね、今日はね、ちょっと一つも二つも三つも賢くなったような気がします。本当にね、のりこさんありがとうございました。そしてね、参加いただいた皆さんどうもありがとうございました。また私も、もう一回、Facebook のアーカイブでもう一回見て、もう一度勉強し直したいと思います。どうもありがとうございました。また来週、ま、たどうもありがとうございます。のりこさん、またね、はい、ありがとうございます。土曜日お待ちしてますので、宮崎さんも、はい、お邪魔します。ありがとうございます。いろいろ打ち合わせしましょう。どうもありがとうございます。ありがとうございます。池田先生も皆さん、参加いただいた皆さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それではね、退出いたします。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとう。そっか。